もこんにちは、EMS バーチャル講師のしのぴです。今日はですね、ちょっと新しいことに挑戦してみようかと思いまして、曲の解説ですね、ちょいちょいこうリクエストがあったので、今回はまあ時期的にも、この撮影してる時期的にももうすぐクリスマスってことなんで、ポッピンパーティーのクリスマスの歌っていう曲をちょっと選んでみました。で、早速ですね、この曲の解説をどんどんサクサク進めていこうかなと思います。まずですね、ドラムが入るところからちょっとゆっくり叩いて、要所要所説明していこうかと思います。こんな感じのフレーズになってるんですけども、フィルですね、基本のビートパターンとしては、ドンパンドンドンドンパンなんですけれども、フィルが入るタイミング、原曲のフィルがちょっと難しくてですね、ドンタタタタンタンっていう16分音符の3連符っていうのが入ります。ここが、手順としては、ドン、まず右手タムから始まります。ドンで、スネアのところに3連符が入るんですけど、右右左、トンタッタッタッタンジャン、こんな感じの手順で自分やってますね。ドンタッタッタッタンジャンで、これ右右左がちょっと難しいなって感じる人は、オルタネイト、交互の右右左右ジャンみたいな感じでも、こうなるか、こんな感じでも大丈夫です。もうこれ自体が難しいよっていう人がいたら、ドンタタタンジャン、こんな感じにしてもいいかも。ズーンズンズンタンズーンズンドンタタタンジャン、こんな感じに省略してみてもいいと思います。はい、ではですね、曲のまあ順番的にちょっと楽譜通りに演奏していこうと思います。ズッタン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 、まあこういうパターン、で、最後にフィルが来るんですけど、ここのフィルがですね、16分のキックが来ます。これがスライド奏法っていう、こういうのを使うんですけれども、これはね、しっかりリズムにはまるようにみたいな感じで、ズッタンタンしっかりハマるように練習してあげるといいかな。で、フィル全体でここだけ単体でやると、こんな感じかな。で、またこのフィルがあった後に元のパターン、タンタン、このパターン戻ります。タンタン、で、この後フィルがズッタンタン、でここの A メロに入る前のフィルなんですけれども、シンコペーションが入ります。ズッタンタンタッタバン、ここの部分ですね、8分音符の8分裏で最後こうシンバルを叩くんですけど、これシンコペーションしているのでちょっと手順に注意ですね。最後のズッタンタンタタン、全部右手でやっちゃって、ドン、こんな感じでやってもいいし、オルタネイトで右左右左の手順を変えたくない場合は、パンドンドンパン、左手でシンバルを叩いちゃってもいいです。ッタンタンタッパンタッタッタッっていう感じでつなげても全然大丈夫ですね。それか、タンドンドンパンかな。こっちでも全然大丈夫です。